皆さんこんにちは。俳人、エッセイストとして活躍している夏井いつきさん。テレビ番組でも俳句に対して毒舌な評価をすることで有名ですよね。そんな夏井いつきさんは本名がかなりかけ離れていると話題のようです。由来は何なのでしょうか。またプライベートでは2度の結婚経験のある夏井いつきさん、1度目の離婚後にはもう結婚しないと話していた夏井いつきさんにどういう心情の変化があったのでしょうか。今回はそんな夏井いつきさんの経歴を説明しながら、本名の由来と再婚した意外な理由やギャラなどについてご紹介していきます。夏井いつきさんは現在俳人として有名ですが、俳人になったのは1988年、31歳の時でした。俳人といえば年配の方のイメージがあるかもしれませんね。ですが夏井いつきさんは若い頃から俳人としての活動をしていたのです。ちなみに夏井いつきさんは俳人になる前は中学校の国語教師でした。俳句との出会いもその国語教師時代に懇親会の幹事は自作の句を作成するということがあったそうです。そして夏井いつきさんは句作をするにあたり買った歳時記に掲載されている季語に感銘を受けます。以降俳句が趣味となり独学で学んでいたそうです。夏井いつきさんは若い頃から俳句をたしなんでいたのですね。しかし俳人としての活動は収入面などで大変だったそうです。ですが夏井いつきさんの若い頃からの学びと努力が実を結び、今では俳人といえば夏井いつきさんと言われるほどになりました。俳人として30年以上も活動されているなんてすごいですね。ちなみに夏井いつきさんは俳人として活動する中で数々の賞を受賞しています。1994年夏井いつきさんが37歳の年齢の時には第8回俳壇賞を受賞。この俳壇賞は公募によるコンクールで俳句の新人賞と言われています。俳句の賞以外にも2018年、夏井いつきさんの年齢が61歳の時に第44回放送文化基金賞個人を受賞。放送文化基金賞は優れたテレビラジオ番組個人グループに贈られる賞です。夏井いつきさんはテレビ番組プレバトに出演し、俳句ブームを牽引したことが評価をされました。また同年には紅白歌合戦で俳人としては46年ぶりの審査員として出演。俳人を通して様々な活動をされているんですね。そんな夏井いつきさんの本名は金井月さんと言います。なんと夏井いつきさんは本名で活動していなかったのです。夏井いつきさんのいつきは本名のいつきをひらがなにしたもの。では夏井は一体どこから来たのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。実は夏井いつきさんの夏井は前夫の名字なのです。夏井いつきさんが俳人として活動をし始めたのは前夫と結婚していた時。俳人として活動するにあたり当時の名字である夏井いつきという名前をつけ、現在に至ります。夏井いつきさんはこの名前に対して本名の字面とあまりにも違うのでちょっとおかしいと話していました。そんな夏井いつきさんは中学教師時代の25歳の時に教師仲間の男性と結婚し、夏井姓になります。夏井いつきですね。そんな夏井いつきさんは私生活では2人のお子様と姑、実母が同居する形でした。お二人と同居することになったのは姑が亡くなり姑が老人性鬱になったことと、その頃一人暮らしだった夏井いつきさんの母親も脳腫瘍を患って後遺症が残ったため、お二人を引き取ることになったのだとか。しかしいざ生活をしてみると二人がどうしても合わなかったようで、夏井いつきさんが帰宅すると母親が仏壇の前で仰向けになって泣きじゃくり、姑が仁王立ちになって怒っている場面に出くわしたこともあったといいます。深刻な家庭環境にさまざまな要因も加わり、やがて前夫も鬱状態に、それに加えて繊細な長女もついに不登校になってしまったのです。そして夏井いつきさんと前夫は限界に達したことから、ひとまずお互いの親をそれぞれで引き取って面倒を見ることになりました。
夏飯月さんは働いていた仕事を辞め、俳句の仕事場のつもりで借りていたアパートにひとまず母親を移しました。これまでの家と母親のいるアパートを行ったり来たりする夏飯月さん。朝は家で食事を作り、鍋に半分入れてアパートへ行き、母親に食べさせては残りをまた鍋に入れて持ち帰る日々が続いたのだとか。そんな生活を送っていると、ある日全部から家族から解放されたいと言われ、結局離婚することに。アパートにお子様2人を引き取り、夏飯月さんは母親とお子様2人の生活を支えることとなりました。全部と離婚して夏飯月さんは突然俳句で稼ぐしかないという窮地に追い込まれてしまいます。後に当時のことを、スケジュールが白いのが恐怖で家賃が払えず出ていかなくてはいけない夢を何度も見ましたよと振り返っています。そんな夏飯月さんでしたが、必死で働くうちに道も開けてきて、学校を中心に深いライブの声がかかるようになり、テレビやラジオの仕事も少しずつ増えていきました。そして夏飯月さんは46歳の時、8歳上の CM クリエイターだった金光夫さんと交際をスタートさせ、3年後に再婚。金光夫さんはかつて中村玉緒さんが出演するマロニーちゃんの CM などを手掛けた CM プロデューサー。この頃金光夫さんはネットテレビへの出演オファーのため夏飯月さんの元へ訪れたそう。事情によりこの仕事の話は実現しなかったそうですが、その時に夏飯月さんに惚れ込んだ金光夫さんが句会に参加し始めたのです。それからというもの、金光夫さんは大阪から松山まで足しげく通ったそうです。そして次第に夏飯月さんの人間性に惹かれていったのだとか。それから金光夫さんは夏飯月さんに猛アプローチを始めます。句会の参加に限らず、金光夫さんは俳句のペンネーム健康という名前で俳句や句会のレビューを投稿し、家族の間で話題になったそうです。その実力は夏飯月さんも認めるほどのレベルで、その本気度合いは作品を見ればすぐに分かったそう。そして夏飯月さんも金光夫さんの存在が気になるようになったのだそうです。夏飯月さんより8歳年上ということですから、57歳で結婚ということになり、結構な熟年結婚ですよね。しかし実は夏飯月さんは二度と結婚はしないと決めていたそう。そのため金光夫さんを諦めさせるために、夏飯月さんは彼をみゆきハウスに招待しました。みゆきハウスとは俳句で知り合ったトラブルを抱える子供を無償で下宿させる家のことで、夏飯月さんはご自身で困っている子供たちを支えていたのです。多くの困難を抱える自分の生活を見れば結婚を諦めてくれるはずと思った夏飯月さん。しかしその暮らしぶりを目の当たりにした金光夫さんは、みんなお腹減ってると聞くとキッチンに向かって得意の料理を始めたそうです。そして子供たちの胃袋をがっちりつかみ、すぐに家族とも打ち解けていったのだとか。結婚しないという夏飯月さんの抱える不安や問題を一つ一つ優しく潰していった金光夫さん。こうして夏飯月さんが49歳、金光夫さんが57歳の時の2006年にお二人は結婚したのでした。運命の相手に巡り合うことができた夏飯月さん、お子様はいらっしゃるのでしょうか。調べてみたところ、前夫との間にお子様がいらっしゃいました。さらになんと夏飯月さんの息子も俳人として活動していました。夏飯月さんの息子のお名前は家藤正人さんと言います。夏飯月さんの息子である家藤正人さんは2010年に愛媛大学を卒業、大学卒業後より本格的に俳句に携わります。そして夏飯月さんの句会ライブにてアシスタント経験を積み、俳句作りに励んでいたそうです。そして2012年には第3回北斗賞で佳作に選出。北斗賞は公募コンクールによる俳句の新人賞です。佳作に選ばれるのはすごいことですし、夏飯月さんの息子も俳人として素晴らしいセンスの持ち主なんですね。息子が俳人として活動したり佳作に選出されたりしていることは、夏飯月さんもとても喜んでいることでしょう。
そんな夏井いつきさんですが、実は2023年に緊急入院されていました。65歳の夏井いつきさんはその日いつもの時間に起床し、洗濯をしながら原稿を書き、夫と2人で昼食を済ませ、お茶を飲みながら朝ドラ舞い上がれの再放送を見るという日常をなぞっていました。体調に異変を覚えたのは朝ドラの後、食器を洗い終わった頃だといいます。顔の中心部分がなんだか熱い感じがする、体がぼんやり重いような気もする、お腹いっぱいで眠くなったのかもと、30分ほど昼寝すると言ってベッドに横になったが、お昼寝どころかなんやら息がしにくい、息を吸うのに力が必要なのだ、腹痛も始まり、呼吸はどんどん苦しくなる、全身が熱っぽく、手首あたりまでじんましんのような腫れが広がり、両手の指と爪はろうのように真っ白に。慌てた夏井いつきさんは旦那に助けを求め、かかりつけ医に駆け込みました。いつもはガハガハ笑うばかりの市川先生が急にマジな顔して、アナフィラキシーやがと叫び、そこから慌ただしい応急処置が始まった。アナフィラキシーとは、食物や薬物のアレルギー、蜂に刺されたことなどが原因で起こる全身症状で、血圧低下や意識障害で危険な容体になることもある病気です。幸い素早く適切な対処のおかげで命に別状はありませんでしたが、もう少し遅ければ最悪の事態も考えられました。とにかく無事でよかったです。2013年からプレバトのレギュラーコーナーになった俳句の、その毒舌な添削で一躍人気を博した夏井いつきさん。そんな夏井いつきさんのギャラがすごいのではないかと言われています。そこでまず夏井いつきさんの年収についての情報を各メディアの記事から調べましたが、どこからも関連した情報は得ることができませんでした。しかし一般的にテレビに登場するコメンテーターの知名度などによって出演料に多少の差はありますが、テレビ出演する文化人の平均出演ギャラは約3万円から5万円と言われています。ですので夏井いつきさんのプレバト出演料は相場通り3万円から5万円であると想定できます。夏井いつきさんがプレバトのレギュラーになったのは2013年からなので、2023年現在で約9年の長寿人気コーナーになっていますね。プレバトの俳句の放送総数については記述がなかったのですが、各芸能人の出演回数を見ると最低でも150回以上は放送されているということが分かりました。1回の出演料が3万円から5万円でも、添削で毎回レギュラー出演している夏井いつきさんは出演総数150回から200回と想定しただけでも、10年間のギャラを総額で計算すると約450万円から1000万円と計算できますね。いかがでしたか？今回は夏井いつきさんの経歴を説明しながら、本名の由来と再婚した意外な理由やギャラなどについてご紹介しました。一度離婚して結婚はしないと決めた中で巡り会えた旦那様と幸せな家庭を築き、俳人としてもさらに活躍されることを祈りたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。